閉店したパチンコ店の現地調査をやっていきたいと思います。今回も前回の閉店動画に引き続きまして、南九州の鹿児島県鹿児島市より閉店したパチンコ店の動画でございます。鹿児島市の宮之浦町というところでございます。でこちらがですね、景品交換所だったとこだと思われます。こちらのパチンコ店も過去にですね、船井総研がプロデュースしていたことがあるパチンコ店でございます。パチンコ店の屋号はテアトロアンジェロベガスベガススーパーライト館吉田店となっております。店名がですね、非常に長いパチンコ店でございます。閉店したのが令和2年の11月18日になりますので、約2年間ですね、閉店してから経過している形となっております。このパチンコ屋さんらしいですね、外観がですね、何とも言えないですよね。昭和感満載の作りとなっております。ここは鹿児島市でもですね、結構郊外の方になります。市内の中心部からは車でだいたい40分ぐらいですね、かかるようなところにあったパチンコ店でございます。まあ、山の中腹にあるパチンコ店と言ったらいいんでしょうか。まあ、そのような立地のところにですね、パチンコ店があったということでございます。閉店してから約2年経過しておりますので、雑草などが生い茂っている状況となっております。まあ、物件の管理はですね、されている感じがなかったので、おそらく閉店した時からですね、そのままの状況になっているかと思われます。設置台数もここは170台弱しかなかったので、まあ、小さなね、パチンコ店だったかと思います。でこのテアトロアンジェロというのは市内に何店舗かあるんですけど、大体どこもですね、小さなパチンコ店が多いのが特徴的かと思います。ただ老舗の法人なんで、テアトロアンジェロという名前になる前は三越というね、屋号のパチンコ店でございました。まあ、三越という屋号から船井総研のプロデュースが入った時にテアトロアンジェロにですね、屋号を変更した形となっております。でスーパーライト館となっておりますので、まあ、おそらく定価し専門店で、まあ、甘デジとかをですね、こう中心に設置していたパチンコ店になるかと思われます。まあ、私ここはですね、三越の時代に1回か2回ぐらいね、入ったことがある程度なんで、そこまで印象的ではね、ないパチンコ店だった一つでございます。まあ、稼働もここは正直なところ、さほど客付けはね、いいとは言えなかったんでね、やってた時からね。なのでこう船井総研がプロデュースで入った後もですね、そこまでいい状況の店ではね、なかったかと思います。正直今の現状ですね、パチンコ業界の現状を考えると、この設置台数でやっぱり営業をね、していくというのは結構ね、困難な状況かと思います。まず売り上げが上がらないですよね、このサイズですと。でなおかつね、低価し専門店とかになってくるとっていう話なんで、まあ、これからのご時世はやはり大型店を中心にパチンコ店は生き残っていく形になるのかなと思います。まあ、このような小さなね、パチンコ店、かつてはたくさん全国的にもあったと思うんですけども、今はこう軒並み閉店してってる状況が現在のパチンコ業界の状況と言えるかと思います。今年ですね、令和4年は全国的にもですね、パチンコ店の閉店数がですね、増えている状況となっております。直近10年間ぐらいでも多分今年はですね、閉店ペースが過去一で早い状況となっております。まあ、このまま店舗のですね、減少がどんどん進んでいきますと、おそらく全国的にもですね、パチンコ店の数は将来的にはね、5000店舗をね、割ってくるような状況になるかと思われます。まあ、かつてはですね、2万件近くのね、パチンコ店があった時代が懐かしい今日この頃となっております。まあ、そんな感じで今回はですね、また短い動画なんですけども、鹿児島県鹿児島市宮之浦町で閉店したパチンコ店、テアトロアンジェロベガスベガススーパーライト館吉田店の現地調査でございました。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。